9時ちょうどに試合が始まりました。江戸川球場での一戦です。都立江戸川高校対私立修徳高校の注目のカード。修徳高校1番2年生のセンターを守ります染田宗正、初球打ちセカンドゴロ。ワンアウトを先に取ったのは江戸川高校です。1回の表修徳高校の攻撃中です。1番の染田はセカンドゴロ、2番の2年生ショートを守ります斉藤博が左のバッターボックスに入っています。おっと、これは危ないボール、外れました。江戸川高校先発マウンド、高橋智幸です。ここまで江戸川高校は2回勝ち上がってこの3回戦まで駒を進めてきました。初戦は東京高校に13対6で勝利、そして2回戦青山学院高校に9対1で勝利。いずれも先発はこの高橋智幸が務めました。江戸川高校を率いるのは園山クロード監督です。ここは1球もストライク入らず、アウトコースのボールでフォアボールです。この番組は J:COM、ケーブルテレビ品川、東京ベイネットワーク、東京ケーブルネットワーク、イッツコミュニケーションズの共同制作でお送りします。上空曇り空、少し体をまとうように湿り気のある空気が時折吹きます。この江戸川区球場、ワンアウトでランナー一塁、右のバッターボックスに八木大地です。詰まった当たり、ライトの右、事前に右に寄っていた。おっと、中野智樹大丈夫か。スライディングした際にボール掴むことはできませんでしたが、顔をフェンスのところにぶつけました。かなりの勢いでぶつかりました。大丈夫でしょうか。帽子をかぶり直して今ライトの守備位置につきました。大丈夫なようです。また少し右側に寄りました。ライトの中野です。一塁ランナーはフォアボールで出塁した斉藤。ご覧のように全体的にセンター、ライトが大きく右に寄っています。そしてレフトも右に寄っていて、ショートの左を破っていきます。八木がレフトへのヒット、これが修徳高校初ヒットです。ファーストを守ります2年生の大阪匠。受けるキャッチャーは加藤翔輝です。背番号12番。背番号2番の山本裕太郎が1回戦2回戦とマスクをかぶりましたが、今日は背番号12番加藤翔輝、空振り、アウトコースのストレート投じてきました。低めのボール、バッター止まります。1回の表修徳高校の攻撃、早速チャンスをつかんでいます。二塁へ牽制はセーフです。セカンドを守るのは磯野キリンです。詰まった当たりは右方向、ご覧のようにレフト、センター、ライトと右に寄っています。レフトはほぼ定位置より少し後ろという状況、センターとライトが定位置より右に寄っているという守備位置です。ツーボールツーストライク、ワンアウト二塁一塁、4番の大阪、変化球引っ張った、しかしこれは左に大きく切れました。
上空風はセンターからバックネット方向、時折レフト方向に吹きます。空振り三振、アウトコース低めのボール、いやキャッチャーがこれ見失っています。ランナーはいずれも進塁、一塁ランナーはいましたので振り逃げすることはできませんでした。空振りの三振、ただキャッチャーがボールを見失っている間にランナーが進んでいます。2アウトランナー2塁3塁です。低めのボール、ツーアウトランナー二塁三塁、5番セカンドを守りますストーかける。ご覧のように江戸川高校の守備はセンターライトが右側に寄るという守備位置、レフトはほぼ定位置です。高めのボール外れました。バントの構えから引いて、ここも1球もストライク入らずということでフォアボールとなりました。先ほど斉藤浩にもフォアボールの際は1球もストライク入らずというマウンド上、高橋智之、右のバッターボックス水野ケビンです。ナイジェリア人のお父さん、そして日本人のお母さん、182センチ、恵まれた体格、水野ケビン。ツーアウト満塁、変化球バット止まります。こちらが三塁側の応援席、修徳高校です。インコース詰まった当たり、セカンド正面、前に出てくる磯野、さばきました。ツーアウト満塁のピンチだったんですが、まずは都立江戸川高校、このピンチをしのぎました。1回の表、修徳高校0点です。1回をゼロに抑えました江戸川高校。その江戸川高校のスターティングメンバー、1番レフト篠崎光大、2番セカンド磯野キリン、3番ピッチャー高橋智之、4番ファースト伊能塩、5番サード渡辺雷、渡辺は1回戦で特大のホームランを放っています。6番キャプテンセンターを守る畑田壮太、7番ライト中野智樹、8番キャッチャー加藤翔輝、背番号12番です。9番ショート伊沢健太、伊沢のみが2年生というラインナップです。江戸川高校控え選手、1番の岡本海3年生、2年の山本雄太郎3年生、背番号2番、背番号10番ピッチャー登録井草風紀2年生、背番号11番ピッチャー登録榎本光太3年生、背番号14番菅沢光太2年生、15番片倉優太2年生、16番田中正代3年生、17番吉田健3年生、18番ピッチャー登録になります今野颯2年生、19番三本太一郎2年生、20番こちらもピッチャー登録田中玲3年生です。修徳高校の守備です。先発ピッチャーは宮坂和義3年生です。背番号11番をつけます。まずはインコースのボールから入りました。
高めのボール叩いていきました。逆シングル、ピッチャーベースカバー、ファーストの大阪拓海が掴んでいます。最後はピッチャー宮坂。10年ぶりの夏の切符となるか、修徳高校。引っ張った当たり、磯野キリンがレフトへのヒット。1回戦の東京高校戦ではタイムリー、犠牲フライなど活躍したこの磯野、小柄ですがシャープなバッティングが持ち味。磯野キリンがまずはチーム初ヒット。ワンアウトランナー一塁です。3番の先発ピッチャー高橋、背番号6番ですが、ここまで1回戦2回戦と先発を務めてきています。丁寧に低め低めに集めるピッチング、これが高橋智之の真骨頂。送りバントの構えはありません、園山クロード監督。ワンアウトランナー一塁です。ランナー走る構えだけ、バットの先、ショートの頭上を抜けていきます。磯野キリンは二塁を回ったところでストップ。都立江戸川高校、ワンアウトランナー二塁一塁、ツーアウト満塁のピンチをしのいだ後、江戸川高校もチャンスを作っています。マウンド上は宮坂、ストレート、カーブ、スライダー、さらにはシンカーを投げ分けます。最速は135キロ、コントロールよくキレのある速球で勝負するピッチャーです。ワンアウト一塁二塁で4番の伊能塩、アウトコースギリギリのボールです。こちらが一塁が内野スタンド、江戸川高校の応援席。打ち上げましたライトフライ、ライトは水野ケビン、二塁ランナーはかなり浅いフライになりましたのでタッチアップはできませんでした。4番の伊能はライトフライに倒れました。そして5番の渡辺来、渡辺は1回戦でレフトスタンドへ特大のホームランを放っています。長打が持ち味という渡辺、その渡辺を前に一旦キャッチャーの斉藤潤が宮坂のもとに行って声をかけました。ツーアウトランナー二塁一塁です。アウトコースギリギリのボール、抜群のコントロールを見せます。2アウトランナー2塁1塁、これも同じところギリギリいっぱいを攻めてきます。さあまずは先制なるかという都立江戸川高校、1回の裏ツーストライクと追い込まれています。渡辺、アウトコースの変化球、スライダー振らせました。先発ピッチャー宮坂、1回の裏江戸川打線を0点、両チームともにチャンスを作りましたが得点することはできませんでした。これから2回の表、修徳高校の攻撃が始まります。それではその修徳高校スターティングメンバーです。
1番センター染田宗正、2番ショート斉藤博、3番サード八木大地、4番ファースト大阪匠、5番セカンド須藤翔、6番ライト水野ケビン、7番キャッチャー斉藤純、8番ピッチャー宮坂和義、9番レフト村山奏太、2番の斉藤博と、そして7番の斉藤純、これは双子です。それでは修徳高校控え選手、背番号1番をつけます篠崎国忠、3年生エースピッチャーです。身長は191センチ、140キロを超えるストレートが魅力。今日はベンチスタートとなっています。背番号4番加曽利光生2年生、背番号10番ピッチャー登録竹澤直樹3年生、12番キャッチャー登録西堀雄大3年生、13番こちらもピッチャー登録です、一関とは3年生、14番ここからは内野登録萩原陸斗3年生、16番はピッチャー登録脇本力丸2年生、ここから野手登録になります黒江雅也17番3年生です。そして背番号18番は徳田優斗2年生、19番島田隆博3年生、20番染谷源太郎3年生です。両チームともに1回はチャンスをつかりながらも0点でした。2回の表、修徳高校の攻撃です。初球打ち、ライト方向の当たり。ライト今度は定位置より左に寄っていましたが、ファーストがここまで追っていく。ブルペンの右。ファールボールです。上空風はセンターからレフト方向、時折バックネット方向にも吹きます。風速は今日4メーターあります。9時の時点で南南西の風4メーターを観測しています。気温は29度、曇り空、この後小雨も降るという予報になっています。ショート正面のゴロ、伊沢健太腰を落として取ります。この回の先頭斉藤純も打ち取りました。この7番を打ちます2年生の斉藤純、さらに2番を打ちますショートの斉藤博、双子の兄弟です。そして今やはり江戸川高校は先ほどから大きく右側に寄ります。外野の守備隊形、8番のピッチャー宮坂、右のバッターボックス、この宮坂の際にはレフトも右方向に寄りました。でその他のバッターの時にはセンターライトが大きく右に寄るという江戸川高校の守備隊形、ご覧のような形になっています。少しこのセンターラインのところなど外野のところ、芝生が薄くなっているところがほぼ定位置という場所になります。ただそこよりセンターライトともに右に寄る、そんな守備隊形を引きます。園山クロード監督、ワンボールツーストライク、引っ張った当たりは三遊間抜けていった。宮坂が今日チーム2本目のヒットを放ちました。バントの構えを見せてきました。ワンアウトランナー一塁です。そして左バッターです。村山の際はセンターライトレフトほぼ定位置、少しレフトが左側に寄っています。そのレフトほぼ定位置のところ、レフトは篠崎光大、バッター左右に寄って少しずつこの守備隊形を変えてきます。そして今レフトが今度は右側センター方向に寄ります。センターも右側に寄りました。今度は同じ左バッターの染田なんですが、大きく右に寄っています。このあたりはデータを収集してということになるのでしょうか。園山クロード監督、バッター一人一人によって大きく守備位置を変えます。これがこうせいすか。
インコース詰まらせました。センター左に寄っていく高いフライ、センターの旗田が掴みました。宮坂にヒットは許しましたが、マウンド上高橋智之この回もゼロに抑えています。夏の高校野球東東京大会、江戸川区球場から生中継でお送りしています。東京都江戸川区松島にあります江戸川高校、まさにこの江戸川区球場がホームグラウンドと言ってもいいでしょう。ここでも練習試合を多く行っています。ハッシュタグケーブル高校野球東京でツイッターで投稿していただいています。さあ江戸高、今日も気合を入れて頑張っていこう、今日勝って次進むぞとメッセージをいただきました。地元江戸川区球場で行われています江戸川高校、前で応援するのがマネージャー陣です。今日記録員として入っているのが渡辺真中さん、3年生、こちらの方です。記録をつけながら選手たちに声援を送ります。この回の先頭バッターです。キャプテンを務めます旗田壮太は空振りの三振、縦に大きく割れる変化球スライダー、ストレートカーブにスライダー、さらにシンカーを投げ分けます。マウンド上宮坂和義、中野智樹が右のバッターボックスです。先ほどは江戸川高校守備位置を大きく変えながらというところ、そのあたりが功を制したでしょうか。修徳高校2回の表もゼロに抑えています。江戸川高校の2回の裏の攻撃です。インコース直球、腰を引くような形になりましたが威力抜群のストレート、マウンド上宮坂です。先ほどの回はこのアウトコースのコントロールが抜群でした。背番号11番をつける宮坂和義、インコース初球、このコントロールです。これがシンカーだ。見逃しの三振、2者連続三振、今日3つ目、先ほどの回からしますと3者連続三振になります。先ほどは2塁1塁の場面、5番の渡辺雷を三振に打ち取り、その後この回は6番からという打順、6番旗田、そして7番の中野と連続三振、回またぎで3者連続三振、8番の加藤です。レフトへの当たり、大きな当たりになる、風に乗って風に乗って左に切れました、ファールボール。加藤うまくバットにボールを乗せたんですが、惜しくもポールの左でした。かなり大きな当たり、背番号12番をつけます加藤翔輝、アウトコース決まりました。ここまで背番号2番の山本裕太郎がスタメンマスクをかぶることがこの2回戦まではあったんですが、この3回戦から今日のスタメンマスクは加藤翔輝です。フルカウント、先ほどレフトへの大きな当たりもありましたがファウルボール、ここはインコースのシンカー外れています。レフト方向への当たりは先ほどのようにぐっと伸びていきます。先ほど風速4メートルを観測していました。風が徐々に強くなっている、そんな印象もあります。ツーアウトランナー一塁です。9番の伊沢、ご覧のようにセンターからレフト方向、
先ほど加藤の打球もぐっと伸びていきました。ただそれが左方向に流されるような形になりました。引っ張った当たりはファウルボールです。一塁ランナーはフォアボールで出塁。スタメンマスクの加藤翔希です。マウンド上の宮坂、アウトコースのストレートのコントロールは抜群です。ワンボールツーストライク。引っ張った当たりは左側です。ツーアウトでランナー一塁。空振り三振。この回フォアボールでランナー出しましたが、いずれも三振で打ち取りました。ここまで4三振を奪ったという宮坂です。夏の高校野球東東京大会、江戸川球場から生中継でお送りしています。